こういう 3D プリンターを使ってパーツをお客さんがデザインして作るといった試みはこれまでにはなかったと思います。今まで2ヶ月から3ヶ月ぐらいかかってたものがほぼ2週間ぐらいで出来上がると。ストラタシスさんと今回一緒にやらせていただいたのはやっぱり業界で一番だということですね。私は藤下治です。ダイハツ工業製品企画部でチーフエンジニアをしております。ダイハツ工業は大阪府池田市にございます。こちらがダイハツコペンの 3D プリンティングエフェクトスキンです。ダイハツ工業は軽自動車あるいは小型自動車を製造販売している会社でございます。エフェクトスキンプロジェクトの魅力でございますが、我々はやはり樹脂ボディでカスタマイズするということを広げていきたい、マーケットに浸透させたいというふうに考えておりますので、その面においてはストラタシス様の 3D プリンティング技術っていうのは大変有効であるというふうに考えております。私の名前は根津光太です。会社の名前はつなぐデザインといいまして、東京にあります。自動車業界でパーソナライザーをやるというのは基本的にはもうある用意されたパーツをお客さんが選んでっていうところは今までもやっていたんですけれども、 3D プリンターであれば本当にお客さんが欲しい1個を1個だけ作る、そういうことが可能になってくるので、それは本当に大きな可能性を持っていることなんですね。 3D アーティストの孫純哲と申します。東京をベースに活動しています。大体今回のプロジェクトでは15種類のパターンを制作しました。カラーについてはフォータスのデフォルトマテリアルのカラーマテリアルを使用しています。最終デザインを選んだのはですね、やっぱりちょっとびっくりするようなことですね。 3D プリントしたテクスチャーがついたことでちょっとみんながびっくりしたと見るような、そういう驚きっていうものを一番大事にしてますね。今回使用した ASA という 3D プリント用の樹脂は非常に耐久性に優れていて、例えばその肉厚の部分とかを非常に薄く抑えることができて、デザイン性を高く保ったまま出力することができました。これだけストラタシス様の 3D プリンター技術を持ってカスタマイズをして、それをお客様に供給するということで、一つの車をいろいろ表現できるというものは初めてだというふうに思います。今回ストラタシスの 3D プリンターを使ったことによって、プロトタイプだけではなくて、自らのこう頭の中でイメージしたデザインとかが実際そのファイナルプロダクトとしても成立するクオリティの製品ができたことが最も良かったと思います。従来の方法ではエフェクトスキンは絶対に無理だったと思うんですね。サプライチェーンの効率化という面はもちろんのこと、お客様が非常にイージーにアクセスしやすいという面も含めて、よりマーケットにこの商品を広めていく上においては必要なことだというふうに考えて進めています。